イタリア人にお好み焼きを紹介したという日本人男性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのアコです。今回はピザの方がうまそうだな、自称美食家のイタリア人にジャパニーズピザとしてお好み焼きを食べさせた結果の話題です。海外、日本に来て一番印象深かった食べ物。小麦粉の生地とお好みの具材、卵などを使って焼き上げるお好み焼き。専門店で食べることも、自宅で作って食べることもできるお好み焼きは、外国人さんにも人気の日本料理の一つだそうです。さて、今回ご紹介するのは、日本人男性によるお好み焼きにまつわるエピソードです。彼は来日したイタリア人の知り合いに、お好み焼きをジャパニーズピザとして紹介したと語っていました。美味しいものが大好きだというイタリア人男性は、お好み焼きを食べてどう感じたのでしょうか。早速ご紹介していきます。仕事で滞在したイタリアで取引先のボスと親しくなったんだ。ボスは陽気でおしゃべりが大好き。イタリアにいた数ヶ月の間、何度も食事に誘われた。彼は美味しいものが大好きで、イタリアのおすすめ料理をいくつも教えてくれたんだ。そうだな、例えばピザ。ピザ専門のレストランの中でも彼の一押しだというお店に連れて行ってくれた。モッツァレラチーズとトマトのピザ、マルゲリータが最高にうまい。パスタ。もともとパスタといえばカルボナーラが好きな俺。イタリアで食べたカルボナーラの味は忘れられない。生ハム。本場の生ハムは最高だ。ワインと一緒に味わうと一段とうまい。イタリアの公用語はイタリア語だが、俺が行くようなところでは英語も通じた。もちろんボスは英語もできる。だからボスと会話するときはほとんどが英語。食事のときなんかはイタリア語も使って話していたな。そうそう、ボスは少しなら日本語も話せるんだよ。日本文化や日本の料理に興味があるらしく、独学で勉強したとか言っていた。日本に帰国してからも連絡を取り合っていたんだが、なんと休暇を取って日本に来るという。と言っても完全な休暇ではない。東京で打ち合わせが一件あるとか。それ以外に仕事の予定は入れていないから、ぜひ会いたいとのことだった。いつも休暇はセカンドハウスでのんびり過ごすって言っていたから、正直言って驚いたよ。彼は以前にも日本に来たことがあるそうだが、いつも仕事ばかり。日本で観光はほとんどしていないらしい。いつもほんの数日間の滞在だ。だが今回は一週間も日本に滞在するという。彼からのメールには、今回は日本と日本料理を楽しみたいんだと書かれていた。俺が大阪に住んでいることは話してある。彼は東京しか知らないそうで、大阪に行きたいとも言っていた。俺は東京から大阪までのアクセス方法を簡単に説明して、大阪で合流することにした。大阪に着いたボスは相変わらず陽気だった。再会を喜びながら、新幹線の素晴らしさについて語ってくれたよ。電車も新幹線も遅延がないこと。イタリアの電車は遅れるのが当たり前だから、きっちり時間通りに運行している日本の電車に感動したそうだ。電車や新幹線内で通話している人がいなくて静かなこと。電車での移動中、家族や恋人に電話するイタリア人が多いとか。中にはビジネスの話までしているイタリア人もいるそうだよ。新幹線の到着時間がお昼前くらいだったから、まずは食事に行こうという話になった。彼は大阪の名物が食べたいという。そう来ると思ったよ。俺はすかさずお好み焼きを提案した。お好み焼き？彼はお好み焼きを食べた経験はないらしい。お好み焼きがどんな食べ物なのか説明しようとしたが、うまい言葉が思いつかない。そこで俺は、ジャパニーズピザみたいな食べ物かなと説明したんだ。ボスはピザの言葉に大いに反応した。なんだと？すぐに行こう。店はどこだ？と、俺より先に歩き出しそうな勢いだ。俺はよく行くお好み焼きにボスを案内した。お店に入り、お好み焼きのメニューを見せて説明しようとしたんだが、ボスは明らかにテンションが下がった様子だ。
他のテーブルのお客が食べているものをちらっと見て、こう言った。ピザの方がうまそうだ。俺は、まあそう言わずに大阪名物を試してみてよと言いながら二人分のお好み焼きをオーダーした。ボスはテーブルの鉄板が気になるらしい。俺が説明しようとすると店員がお好み焼きを運んできた。店員は俺たちの前でお好み焼きの生地を混ぜ始めた。ボスはそれを見て不安になったようだ。確かにピザの生地とは全然違う。そもそもピザは鉄板で自分で焼いて食べるものではない。そして店員は手際よく鉄板でお好み焼きを焼き始めた。それを見たボスは、すまん、これは無理だと言い出したんだ。大阪名物のお好み焼きを味わって欲しかったが、ジャパニーズピザと説明したのはまずかったかもしれない。するとそのやりとりを見ていた他の客が俺たちに声をかけたんだ。まあまあせっかくだし一口だけでも試してみたらどうですかな。思わず声の方を振り返ると年配の男性がニコニコと笑っている。俺がボスにそう伝えると全く知らない人に声をかけられたことに驚いているようだ。するとボスは、わかった、大阪名物トライするよと言って一口食べたんだよ。あん。その瞬間ボスの顔つきが変わった。おお、ボーノ、うまいかもしれないな。なんと、嬉しそうに全部平らげたではないか。しかも、もう一枚追加したい、なんて言い出した。よかった、気に入ったようだ。二枚目を焼いているとき、ボスはその様子をじっくり眺めながらこう言った。上の方でふわふわ動いているのはなんだ？俺は、カツオ節と言って、魚からできているものだと説明した。この中に入っている肉は何だ？俺がオーダーしたのは豚肉だが、他にもエビや牛肉とか好きな具を選べることを話した。ボスは、バリエーションが豊富なんだな。それにしてもうまい。特にソースがいい。とか言いながら2枚目を平らげた。ちらっとさっきのお客さんを見ると、やはりニコニコと微笑んでいたよ。ボスは、見た目だけで無理だなんて言ってすまなかった。うまい食べ物を教えてくれてありがとう、と言う。そして、ところでお好み焼きってどういう料理なんだ？伝統料理なのか？と言い出した。俺はお好み焼きの歴史についてうまく説明できる自信がなかったから、スマホで調べてみたんだ。お好み焼きの材料の一つは小麦粉。小麦粉を使った食べ物はかなり古くからあったそうだが、一般庶民が口にするようになったのは江戸時代だそうだ。その当時の小麦粉料理はうどん。やがて小麦粉と水を混ぜて鉄板の上で薄く焼いたものが登場する。薄く焼いた生地に味噌や山椒を塗ってロール状にすることを思いついたのは茶人の千利休。ふの焼きというお菓子でお茶会のお菓子として食べられていたという。このお菓子がお好み焼きの祖先だとか。江戸時代末期になると小麦粉を水で溶いた生地を薄く焼いたもので、お餅やあんこをくるむようになる。分厚い生地であんこを挟んだどら焼きは、この辺りで誕生したらしい。やがて、明治時代の終わり頃の東京で、水で溶いた小麦粉を大きな鉄板の上で焼き上げる、もんじゃ焼きが生まれる。もんじゃ焼きは甘くて、子供向けのお菓子だったそうだ。そのうち野菜を入れて焼いたものが登場し、小腹を満たす、お菓子ではない食べ物に発展した。もんじゃ焼きの進化版がお好み焼きかと思ったら、そうではなかった。どんどん焼きだ。生地が緩くて、テイクアウトフードに不向きなのがもんじゃ焼き。そこで登場したのが、やや固めに焼き上げたどんどん焼きだ。子供のおやつとしても、大人の食べ歩きフードとしてもちょうどいいサイズ感だったそうだ。だがどんどん焼きは、他にも人気の食べ物がたくさんある東京ではヒットしなかった。そこでどんどん焼きの商売人は東京ではなく地方へと移動。どんどん焼きは地方でオリジナルの変化を遂げて人気の食べ物になった。名前も地方によって違う。関西近畿地方で人気になったどんどん焼きは一銭洋食といいソースがかかっていた。当時ソースは西洋的なイメージがあった。一銭は今でいうワンコインの感覚で庶民のグルメ的な食べ物だったそうだ。
一銭洋食は小麦粉の生地を鉄板で焼いて、その上にネギや鰹節粉を乗せ、ウスターソースをかけたもの。これが発展したものが広島スタイルのお好み焼きらしい。生地の上に野菜や麺類を乗せて焼いたものだ。一方大阪スタイルは生地に野菜を混ぜ込んで焼く。これには戦後の食料不足が関係しているらしい。おやつ的な存在の一銭洋食の生地にキャベツを加えてボリュームアップさせたんだ。やがて大阪ではおやつではなく主食として一銭洋食が定着する。この当時まだお好み焼きという名前にはなっていなかったそうだ。お好み焼きと呼ばれるようになったのは昭和に入ってから。東京のお店で生地と鉄板を用意して、お好みで自由に焼いて美味しく味わってくださいということから、お好み焼きとなったらしいよ。ボスに簡単に説明したところ、広島スタイルに興味を持ったみたいだ。どう違うのか気になるという。俺は地元大阪のお好み焼きしか知らない。そこで急遽広島まで行くことにしたんだ。もちろん念入りにリサーチしてお店を選んだ。広島焼きは俺も初めてだったが、想像していたよりうまかったよ。ボスも食べ比べができて大満足の様子。東京経由で帰国するというボスを見送るとき聞いてみたんだ。ジャパニーズピザはどうだったって。すると、そうだな、最高だったよ。だが、お好み焼きはピザじゃないな、と笑っていたよ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のお好み焼きは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。大阪で食べたことがあるよ。見た目はあれだけど美味しいぞ。お好み焼きは日本のピザというより世界一のパンケーキね。ニューヨークで食べたことがきっかけで大好きになった。その後日本の東京、京都、仙台の3カ所でお好み焼き食べたよ。今度は広島でも食べたいね。日本に来て一番印象深かった食べ物だったよ。今まで食べたことないタイプの料理だったからさ。もちろんたこ焼きもね。イタリアにもお好み焼きのある店があるらしいわよ。具を変えれば宗教の壁を越えられる食べ物ね。シーフードならベジタリアンやビーガン以外なら OK よ。ちょっと今からリアルに日本に行ってくる。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した日本人男性はイタリア人の知人にお好み焼きを紹介し喜ばれたそうです。お好み焼きは海外でも注目されているようなので、今度はお好み焼きのお店が増えるかもしれませんね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。